ずっと待ってるもんね。こびすぎ。可愛い出すぎ、もうちゃん。表情が。まちくたびれた顔しよう。冷めた目して。食べろって。うん。食べろって。早く散歩行かせろって。あ、ボーいないなと思ってもさ、遠いとこが見てんの。いつも。帰った。諦めたのかな。まず出ようとして。すごい密だね。お前。でかい。
前言っちゃった。あ、でもね。すごいミスやね。大体。ぼーちゃん、ぼーちゃん嫌われた。賢いな。今度はさっきあった。いいんだけど。ずっと二人で見てるんだ。全然参戦しないの。じゃあ女の子男の子どっち？男の子。マロンちゃん。マロンっていうの？うん、栗の色だから。まあメロンやで、メロン色じゃないけど。ね、お母さん、ピカちゃんだから、そうなんだ。あ、それ知ってる。メロンとレモン。あ、レモンも食べてる。マロンも。葉っぱ食べてる。あ、これ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 。これ。顔よ顔も犬の蜜。よかったね。みんな行って楽しいね。みんな楽しいね。テンション上がるな。よかったよ。でよかった雨降る前に。隠れてこっやったーい。やったーい。メロンちゃんとお揃いのスカーフ。お揃いではない。お揃い影響されて、影響されて似合ってる。だるそうじゃないわ。ちょっとこっちぼーちゃんねえ、目死んでない？振られたから。振られたから次はそれで会いに行きましょう。そんな悲しい顔せんでいいじゃん。そんな落ち込まなくていいじゃん、ぼーちゃん。ショックだったの？マゼンタピンクがいいの、あんま似合わんの。すごく似合わない。もうちょっとどうしよう。おしゃれしてあげたけど、どこ行くこれつけて。公園公園。寝てるんだけど。疲れたか。じゃあさようなら。